川軍は三方ヶ原で敗戦するも、稲姫らの活躍により窮地を逃れた。数年後、酒井見物中の家康に急報が告げられる。明智光秀、本能寺で信長を討つと。光秀は一挙に家康も討たんと軍を進発。家康は伊賀越えで本国三河を目指すこととした。裏切り、復讐、そんな乱世、私は決して負けません。第3話、神君伊賀越え。手加減無用、参ります。私はそれを恐れません。あんた素直じゃないね。よいか、俺は引き戦、血に酔うな。必ず戦に溺れるな。はい、戦に溺れるのは心が乱世に負けた証。父上と共にあれば惑うことなどありません。はっ、はっ。一刻も早く三河へ帰らば。一日を行かせてもらえるか。わしは巻き込まれとうないのだ。すまぬ。承知いたした。いな、穴山殿を頼んだぞ。道案内は任せた。承知。決める。承知した。全ての王子と三河の地を踏もうではないか。いな、立ち向かえ。それは必死です。ならばよ、必ずその心を奪われるな。押されてゆか。
明智に天下最下衆の獲物はタヌキってわけか。獲物が罠にはまったな。最下衆、
狩りの時間だ。これって運命の出会いだと思わないか。ここは危険だ。さあこちら。あなたのせいでしょ。敵を撃ち取りました。引き際をわきまえないのは無様だからな。遅れは取らぬ。いやいや、そんなので呼ばもらえてもらえない。大きなお世話に。
決める。逃がしません。全軍引き上げろ。犬死にするな。追いつきましたよ、家康殿。天下太平のため、あなたの道、ここで立つ。ダメ。俺は拙者より先に死ぬことなど。腕前見せていただきましょう。戦に応援だ。では、わしも参ろうか。戦の知らず。